龍城山から、にら山高校と富士山を望む、静岡県立にら山高等学校は、静岡県伊豆の国市にある県立高等学校。略称は、にら高。1873年に開校した、小学校教員養成機関を由来とする、公立高校である。同校は1873年、にら山大館所の大館で、江戸幕府法術師範であった第36代。 江川太郎左衛門こと江川拓安の皇庭で足柄県令であった柏木忠都が小学校教員育成のため足柄県にら山市長に仮研究所が開設し近隣の本手寺で授業法を伝授したことを起源とする。1895年に旧正中学、1948年に新生高校となった。現在は普通科と理数科が設置されている。校訓は 学祖、江川拓安のザウの名である、忍。また、同校では、ニラダカと共に、竜城という名前がしばしば用いられる。2018年現在、開学以来145年の歴史を持つ、喧嘩最古の公立高校であり、日本の高等学校設立年表によると、現存する高等学校としては、全国で23番目に古い、竜城祭と呼ばれる、 学園祭が行われ、芸能祭、文化祭、体育祭、ご野祭を3日間一気に行う。以前、芸能祭は、三島市の悠々ホールや伊豆の国市のアクシスカツラで行われていたが、2006年に新行動が落成したので2006年度より外部施設での開催はなくなった。部室棟は2階建てで東西に1棟ずつあるほか、部によっては、独自に施設を持つ場合がある。 部活動は文部領土をモットーとしているため生徒全員が部活動に所属している。公式野球部は過去2回甲子園に出場している。1950年の第3回選抜高等学校野球大会では全国制覇を達成した。1995年にの第77回全国高等学校野球選手権大会では3回戦で 秋田県代表の金足農業高校に敗れた。ありがとうございます。